ナミさん、いつも動画ありがとうございます。カルタロのステーキングもうすぐですね。そして現在、5月21日の3時54分の時点で私のステーキング報酬2685、それからあと2時間ほどすると次のエポックが来ますんで、これによって大体3000ぐらいになるのかなと思います。で、今暗号通貨の価格っていうのはどんどん下がっていってですね、まあ一部復調しかけてきて、今見るとオールグリーンなんですよ。ということはこれからまたね、持ち直していくのかなと思います。やっぱりイーロン・マスクさんがなんか決済に使わないよっていうふうにビットコインのことを名指ししたんだけども、でもイーロン・マスクさんビットコインを売却したわけではないですからね。まあだからそんなに怯えることはないかなと思います。ただ中国の規制が強化されたっていうことは大きいかなと思いますよね。まあ、中国の方ビットコインをはじめ暗号通貨を持ってる例が多かったと思いますし、それからね、やっぱりバイナンスなんですよね。バイナンスっていうのはやっぱり元が中国だったと思うんですよ。まあ、ちょっと得体が知れないところありますけどね。で、バイナンスによってはバイナンスに対する中国の規制があるかないかによっては、まあ、大きくこの市場っていうのは壊れていくのかなと。まあ、なんせバイナンスっては世界で一番ぐらいの暗号通貨の取引所になっちゃいましたからね。だから世界の通貨を牛耳ってると言ってもいいぐらいの勢いなんですよ。ここがね、暗号通貨の私が考える闇の部分なんですよね。そういう意味でもカルダナっていうのもに私たちはね、しっかりとついていこうかなっていうところですね。カルダナエダ、これはね、もしかしたら通貨っていうものが今まで支配されていたものを人民に、私たち国民、世界の人民にね、通貨の概念を、まあ、明け渡してくれた、要するに通貨の民主化を進めてくれるような、そんな通貨になるんではないかなと思います。もう通貨という概念そのものがひっくり返るわけなんですよね。いや、私これでね、本当にワクワクしてますね。よくぞここまでやってくれたということです。ナミさん、これからの時代も一緒に歩いていきましょう。それでは動画の紹介は動画概要欄にさせていただきます。あと今日の速稼塾の更新にも反映させますので、これからも動画どんどん送ってください。ありがとうございます。